今回は石川和正を取り上げるぜ。大河ドラマどうする家康で、松重豊さん演じる和正の存在感がありすぎるから、乗るしかない、このビッグウェーブに、ってところね。ぶっちゃけその通りだぜ。ただ、私は一つすごい事実を知っているのよ。うん？和正は、なんと、後に寝返るのよ。みんな知ってるので、茶番は終わりです。それじゃあ石川和正について解説していこう。今回は和正の略歴、和正の人物像、そして人物像から考える出奔事件という順番で話を進めていくぜ。お願いします。では和正の略歴から見ていこう。和正は1533年に石川康政の嫡男として生まれた。本日の和正、ただし生年には諸説あるのでご注意くださいだぜ。ちなみに1533年生まれなら、家康より10歳年上となる。石川家って、松平、徳川家中ではどういうポジションなの？家康の祖父、清康の代より以前から、松平に仕えていた安城府代の一角で、坂井家と並んで筆頭家老の家だな。想像以上に重臣の家だった。和正はおそらく1540年代には松平家に仕え始め、家康が今川家の人質だった時期は、世話役として駿府に在住していたようだ。家康にとっては、頼れるお兄ちゃん、って感じだったのかもね。1560年、桶狭間の戦いを機に家康は三河に戻り、その後今川から独立する。和正はそんな家康に付き従い、家康の覇業を支えていった。和正は幾多の戦場で先陣を切ったり、撤退時にしんがりを務めるような武将だったが、経歴上は外交面での大きな功績が目立つ人物だ。ほほう。1562年に、和正は織田との同盟交渉を担当し、同盟を成立させているし、同じ年に今度は駿府に出向き、今川の人質となった、家康の妻子返還交渉も成功させている。スーパーネゴシエーターね。1563年の三河一向一揆については、ちょっとややこしいので家系図を見ながら話そう。石川家は熱心な一向衆だったから、和正の父、康政は一揆側として、家康に敵対したが、和正は叔父、家成と共に宗派を変えて、家康に味方して戦っているぜ。ただ、父、康政が一揆側だったからか、時期は不明だが、家康によって石川家の本家は家成の方、と決められてしまったようだぜ。あらら。ま、家成の方がもともと本家だったとか、家成の母と家康の母が姉妹で、家成と家康はいとこ関係にあたるため、血縁的事情から家成が本家になった、という説もあるぜ。ここまで家康に近い親戚だと、家康としても大事にせざるを得ないわね。ま、そんな感じで石川家の当主は石川家成だったので、家康が三河を統一した際は、東三河の旗頭である坂井忠次と並んで、西三河の旗頭には石川家成が就任している。旗頭って何？という方はこちらの坂井忠次解説動画をご覧ください。とまあこういう経緯はあったが、家康は和正を信頼していたようで。坂井忠次、石川家成、石川和正の3人が、三河平定期の家老級だったという説もある。実際、1569年に石川家成が掛川城の城主に就任すると、空席になった西三河の旗頭には、和正が就任しているしな。おお、それは良かったわね。その後和正は、姉川、三方ヶ原、長篠の戦いなど、重要な戦に参陣して活躍し、1579年の信康事件の直後には、信康の居城だった岡崎城の城代となった。さらに1582年の本能寺の変後は、秀吉との交渉役を任されるようになったぜ。徳川家の重臣中の重臣って感じね。うむ、だがここで転機が訪れる。小牧長久手の戦いから1年経った1585年11月、和正は突如徳川家を出奔し、豊臣に寝返った。どうしたいきなり。豊臣に仕えた和正は、当初河内8万石を与えられ、その後松本10万石に加増された。そして1592年、朝鮮の役の際に病を患い、名古屋で病没した。1533年生まれで、92年に亡くなったならば、享年は60歳だな。坂井忠次や大久保忠世と同じく、家康が独立した頃からの重臣で、関ヶ原前に亡くなった感じね。うむ、その通りだな。じゃあ略歴はこれくらいにして、和正の人物像に話を移すのだが、ぶっちゃけ人物像がわかるような逸話はあんまり残っていないぜ。そうなの？重臣なのに？重臣だったから、ほにゃらら名簿のような資料には名前が載っているんだが、出奔事件と関係してか、人物像を表すような逸話がほとんど見つからないんだ。卒アルに名前と写真は載っているけど、思い出せない同級生みたいな人ね。イメージとしては割とそんな感じかもしれないぜ。なので今回は数少ない逸話から、なんとなく人物像が推し量れそうなものを2つお届けして、
最後に数正の出奔について考えてみるぜ。承知。では一つ目の逸話、家康の妻子を今川方から取り戻した話だ。桶狭間の後に、独立した際の話ね。うむ、松平家は桶狭間の後も、今川家に属して織田と戦っていたんだが、今川からの支援があまり得られなかった。そのため、松平は今川から独立し、織田と同盟して生き残る道を選んだのだが、この時、家康の妻、瀬名姫と、長男、信康、長女、亀姫は駿府で暮らしていたため、独立に起こった今川家に捕らえられ、人質となってしまったぜ。急な独立、略して QDK だから仕方ないわね。QDK みたいに言うな。それで、この状況において数正は、今川の人質となっている信康様が、処断させられると聞きました。幼い若君が処断されるのに、友の者が一人もいないのはあんまりです。なので、私が現地に赴き、メイドへのお供となりましょう。って言って、単身駿府に乗り込んだらしいぜ。熱い男じゃないの。そのまま今川氏真の館に、突撃しそうな勢いね。ただ、数正が駿府に着くと、氏真様が、鵜殿家のご子息が捕まったのを心配しているそうだ。という話を耳にした。いきなり冷静になったな。っていうか、鵜殿家って誰だっけ？今川氏真のいとこで、鵜殿長照という武将がいたんだ。大河ドラマどうする家康1話で、大高城に籠城していて、家康の兵糧入れで助けられた人だな。ああ、籠城で疲れたのか、ヨボヨボになってた人がいたわね。長照は三河中部の上ノ郷を領地としていた人なんだが、この頃、家康は上ノ郷城を攻め落として、鵜殿長照を討ち取り、息子2人を捕縛していたんだ。この2人の身の安全を、氏真が案じていたわけね。そういうことだな。さて、数正に話を戻そう。氏真が鵜殿家の息子を心配している、と聞いた数正は、鵜殿家の息子2人と、家康様の妻子を、人質交換すればよいのでは？と、思いついたぜ。急に冷静になったけれど、ナイスアイデアじゃないの。数正は築山殿の父、関口近長の協力を得ながら今川氏真と交渉し、けまってんじゃねえよ。松平が鵜殿家の子息2人を解放し、今川が築山殿、信康、亀姫の3人を解放。という条件で交渉をまとめたぜ。やるじゃん。数正は瀬名姫、信康、亀姫を連れ、三河の岡崎城に帰還した。家臣や民衆が総出で出迎えたらしいぜ。ええ話や。一つ目の逸話はこんなところだぜ。当初の勢いはどうした？という感はあるけれど、柔軟性があるとも言えるのかもしれないわね。うむ、外交面で活躍できたのも、そういった資質があったからかもな。では、二つ目の逸話を紹介しよう。1572年、数正が領国を離れて織田の加勢に入っていた時、武田軍が徳川領に向かっているという一報が入った。72年だから、ここから三方ヶ原の戦いに向かっていくのね。うむ、その通りで下級の危機なわけだ。急いで戻らないと。ということで数正は徳川領に向かうんだが、あ、寄り道しよう。え？数正は美濃に住む、朝岡何菓子という弓の名手を訪ねた。おお、スカウトかな？朝岡殿、湯掛けの斧の結び方を教えてくだされ。は？湯掛けってのは弓道なんかで使う、弓を引くための手袋だな。なんとなく見たことはあるわね。私はこれまで湯掛けの正式な結び方を知らぬまま戦ってきました。この後私は国元に帰り、武田と戦うのですが、打ち取られてしまった時、湯掛けの結び方も知らないのか、と笑われたくないのです。こうして数正は湯掛けの結び方を教えてもらったそうだぜ。武士の作法を大事にした、とも取れる話だけど、徳川の司令官の一人なのだから、一刻も早く帰るべきじゃないの？その通りだと思うぜ。なので、私は武田の襲来に恐怖して、一旦現実逃避した、という見方をしているぜ。現実逃避？サラリーマンが出張中に、トラブルが発生したからすぐ戻れ、と上司から連絡を受けたのに。一旦落ち着こうと、喫茶店に入るような現実逃避のことだ。一気に親近感が湧いたわ。二つ目の話は以上だぜ。紹介した二つの逸話から、おぼろげながら見えてきた数正の人物像をまとめよう。おそらく数正は真面目で、忠誠心もあるんだが、主君のために迷いなく命を捨てる、とまではいかないタイプで、そういう場面になると、迷いが生じるのだと思うぜ。確かに二つの逸話とも、いざ命を懸けた勝負に急げって時に、方向転換したり現実逃避したりしているものね。こういったところが、後の出奔にも関係していそうね。うむ、それでは最後の数正出奔の話に移ろうか。ちなみに、出奔のタイミングや徳川に与えた影響については、家康解説動画の中編で話しているので、そちらも確認してほしいぜ。ご視聴よろしくお願いします。数正が出奔した理由は諸説あり定まっていない。代表的なものを加速して紹介しよう。
秀吉の交代軍ヘッドハンティングに魅了された説、四天王など他の武将たちの発言力が高まり石川家の地位が落ちてきていた説、豊臣真珠論を主張して家中で孤立し徳川に居づらくなった説、秀吉に仕えて出世しその後徳川に天下りで戻って重臣に返り咲こうとした説、実は失奔したふりで家康のスパイだった説、といった説があるぜ。ダサいねー。ただ、家康解説動画の中編では、丸さんの説を採用したわよね。うむ、さっき推測した人物像に一番当てはまっているのがそれだからな。出奔事件が起きた1585年末頃の、勢力図はこんな感じなんだが。すでに絶望的。数正は豊臣との外交を担当していて、上方に出向くことも多かったから、この絶望感を強く持っていた。だからこそ、真面目に忠誠心から。豊臣と戦っても勝ち目はありません。ここは心中し、臥薪嘗胆すべきです。と主張した。でも、全国の情勢を知らず、命を捨てる覚悟のある武将たちからすると。臆病な、それでも武士か。命がけで戦うのが臣下の務めだ。って反論されてしまったと。うむ、そして最終的には。石川殿はすでに豊臣に寝返っているのだろう。といった感じで内通疑惑をかけられるような状況になり。あ、これはダメだな。命あってのものだし、豊臣に転職しよう。こうして出奔に至ったのだと思うぜ。腑に落ちる流れ。もちろんセット要因として、丸1のヘッドハンティングや、丸4の天下り狙いもあったかもしれない。ただ、少ない逸話から人物像を推測すると、丸3が主要因になると考えられるぜ。忠誠はあるけれど、命を捨てるような覚悟はない。って正確に合致するのは丸3でしょうね。そういうことだ。ま、一つの推測に過ぎないので、今後の研究とか新発見に期待だな。最後にちょこっと聞きたいのだけど、この後、石川家はどうなったの？数正の家は、息子が関ヶ原の戦いで徳川方につき、幕府初期の大名家にはなれた。しかし、1613年の一大粛清事件、大久保長安事件、に巻き込まれお取り潰しとなったぜ。何その事件？いつか解説したい話だが今回はスルーだぜ。残念。一方、石川本家の方は徳川に仕え続け、なんやかんやあったが一応明治時代まで存続しているぜ。それは良かったわね。ってことで今回は、石川一正を紹介したぜ。一正は真面目かつ有能で、特に今川からの独立期において活躍した徳川の重臣だったが、晩年に居場所をなくして、やむなく出奔した人物だと思うぜ。徳川のために、頑張って働いていたのは間違いないようだから、少なくとも実利 100% で動く、という人ではなかったでしょうね。そうだな。ただ、今回紹介した人物像を前提にすると、主君のためなら命を捨てる、って家風の強い徳川家は、一正の性格上、アンマッチだったと思うのよね。うむ。松平の重臣一家に生まれ、家康に仕えて、家臣団の中核にいたけれど、一正はずっと、孤独を味わいながら生きていたのかもしれないわ。単語選びからにじみ出るお知恵の誘導感。つまり一正は、孤独をグルメした男なのよ。何？どうしたの？松重さんに寄せる強引なまとめを聞いて。明日はお前の家に、孤独のグルメブルーレイボックスが届かないか不安だぜ。ま、それなら大歓迎よ。もちろん着払いだ。1セットでお願いします。ということで、今回はここまでだぜ。この動画が良くても良くなくてもチャンネルは登録してほしいわ。それでは、ご視聴ありがとうございました。